い、どうも皆さん、こんにちは。ベビーメタルのユイメタルちゃん脱退というニュースが飛び込んできて、私、ケイスケ、ただいま、テンション爆下がり中です。クラカチャンネルのーケースケです。ポーということで、ベビーメタル二人になっちゃうんですね。寂しいですね。ということでね、ちょっとね、まあ、クラクラ動画でテンションを上げて頑張っていこうと思うんですけれども、今日もですね、クラクラですね、サブサブサブアカ、お久しぶりですね、こちらのアカウントの方からお送りしていきます。で、今日はね、何をやるかっていうと、まあね、今タウンホールなのでさ、全然村、育ってないんですけども、大工も4人しかいなくて、育ってないんですけども、なんとですね、ショップの方で、無課金の人にしか出ないのかな？俺、本赤とかサブ赤の方には出なかったんですけど、めちゃくちゃお得なパック、少し前から出るようになっておりまして、で、久しぶりに、このサブサブ赤の方、見たらね、そのお得なパックが出てきたんですよ。それが、こちら！はい！一度限りの特別セール！ということで、このパックやばくないですか？ 360 円で、5000円目手に入るんですよ。やばいですよね。これ今まで無課金で、ちょっとやってた人でも、全然課金しちゃっていいと思う。あれ、クラクラ始めた時、無課金貫き通そうと思ってたんですが、まあ今ね、100万以上課金しちゃってるんだけど、最初、ね、無課金貫き通そうと思ってたんですけど、これが出ちゃったらさすがに無課金の人でも、買うよなっていうからめちゃくちゃお得なパックなので、今回はですね、こちらのパックをね、購入いたしまして、で、こちらのね、サブサブサブ赤ですね。ババキンとかも全然アンロックしてないんで、今回はですね、こちらのパックを買って、資源狩りやっていきます。はい。じゃあね、早速購入していきたいなと思います。この特別な、パックですね。一度限りの特別セール、購入と。で、暗証番号が出るんでね、そこはカットしていきます。はい。購入手続き完了したので、早速 OK を押しまして、どう？あ、来た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 。すごい、めちゃくちゃお得すぎません。大丈夫？スーパーセル倒産しちゃうんじゃねえのっていうぐらい、めちゃくちゃお得。5839目。獲得したんで、じゃあね、ここがね、あ、で、買ったら、あ、新しいターンホール7パックとか出てきた。これも買っちゃいたいんだけど、でもまあ、これ買っちゃうとね、ちょっと今日の動画の趣旨とはまた違った感じになっちゃうんで、で、これで、あ、大工パックもお得。大工パックの方がお得じゃね ?2400。いや、でも、まあいいでしょ。正攻法の方で、どれも正攻法なんだけど、別に裏技ってわけじゃないんだけど。じゃあね、大工さんね、まあ、適当にここら辺あたりに置いといて、オッケー !5 人目ゲットー。いやー、人手が足りなかったんでね、ようやく新入社員が入ってきまして、ブラックな感じでね、バリバリ働かせていきたいなと思います。もうね、残業とかね、残業代とか出せねえから、手当とかも出せねえから、覚悟しとけよ、お前ら。はい。じゃあね、援軍にレベルの高いボーラー。もらって、ジャイヒーボーラーで、今からね、資源狩り。できればね、ダクエリ稼いでいきたいですね。ダクエリ、ヒーローババキンっていくらぐらいしたっけ？いくらぐらいした？あ、1万ダクエリ。いや、全然足んねえ。全然足んないんだけど、ちょっとね、今から資源狩りしていきます。お、ここ、いい感じですね。あと、対空砲さんもタウンホール8か。ジャイ、ヒーラーつけちゃったら撃たれると思うし、ここ、厳しいところだな。対空砲全部壊しきってほしいんだけど、ルート的にどうだこれ。あー、いきなり始まっちゃう。ジャイここ出すと。なので、ね、こういう風に、ターゲットのね、じゃあ、ウィズとかで、ウィズでこう削ってってもらって、ボムタワーを。で、なるべく対空砲側から出していきたい。対空砲側から出していきたい。で、ジャイの動き見ていこう。ジャイがこっからどう動く？あ、オッケー。いい感じに動きますね。いい感じに動くんで、じゃあ、こっからね、ジャイ一気に出していって、で、ボラ、出していってもらいましょう。で、あ、よいしょ、いいよ。で、ちょっとウォールブレーカー、オッケー。で、一旦ヒーリング落としてって、で、ウィズ大量に、ギャーって、もう、普段の本赤の方では、めったにやらないような攻め方やってますね。こんな攻め方、しちゃダメですからね、皆さん。やっちゃダメですよ。で、ボーラーとかウィズとかに、かかるようにヒーリング。で、こっちの方のヒーリング。で、対空砲早めに寄ってもらおう。対空砲早めに寄ろう。オッケー、まあ。じゃ、こっちからヒーラー出して、ジャイたち、あ、ジャイたち消えた、早い。レベル3のジャイ、すぐ消えた。やばい。で、ちょっと、ヒーラーたちが撃たれてんで、防衛の形にしましょう。防衛の形にして、ヒーラーつけようとしたら、レベル3のジャイ、あっという間に、俺のパンツのようにすぐ溶けた。すぐいなくなった。あ、でも、防衛が強い。
あ、これ、ジャイヒーじゃなくて、ボーヒーにしててみた方が全然良さそう。全然いいですね。で、アーチャーとかも、適当に出すといって、あ、もう、白衣表とか壊しちゃおう。壊しちゃって、で、全開ですかね。おーし、おーし、おーし、おいしい、だいぶ、ね、エリクサーもゴージャーも溜め込んでた村だったんで、てかさ、あのね、これね、実はね、結構村探してるんですよ。なんかこのトロ体でタウンホール7だと全然ね、馬村が出ないんですよね。だからもうちょいね、トロフィーを上げてね、で、資源狩りやろうかなと、思っております。いや、ジャイヒー、ボーヒーが強い。タウンホール7とかだと、ボーヒーが強すぎて、もうチート級。で、全開ですよ。オッケー。美味しいんで、ちょっともう一回、資源狩りやっていきましょう。おぉおぉこれは美味しい。美味しゅうございますな、この村。ここ行っちゃいましょう。ね、そうだ、とりあえず、援軍とかそんないないよね。じゃあいないから、とりあえず、ウィズ、ウィズ、ウィズとかで、ちょっと余計な施設を削っていってもらいながら、じゃあジャイで、とりあえず先に対空砲を壊してもらって、行きましょう。で、まだ、まだ出さない。まだ出さない。あ、待って。アチャからの、ウォールブレイカー。オッケー、アチャからのウォールブレイカー強い。で、対空小屋とかも削っていってもらってから、こうね、ジャイアントでターゲットを取っててヒーラーをつけていく。てかこれ、対空砲少ね。なんでこんな対空砲ないんだろう。まあ、いや、で、これで対空砲を折ってくれたら、はい、ヒーラー追加。はい、ヒーラー追加。で、からの、で、こ、よし。で、レイジボールブレイカー。あー、全然違った。違ったところに行っちゃった。全然違うところに行っちゃったんだけど。で、中に入れてってもらって、で、火力、ね、こう高くなってくると思うんで、そろそろ。よいしょ、いい感じ、いい感じ。で、ボーラ、ボーラ守ろう。ボーラ、ボーラ大事。ボーラーの命を守ろう。ボーラーが、で、結構ジャイヒーとさ、昔のね、低単砲隊の、あるあるなんだけど、ジャイヒーと、光栄の、ビザード、一緒に歩かせるのってほんと難しいよね。ほんと難しい。だって、別行動になっちゃってる。あ、で、いい。ボーヒーの形になってる。ボーヒー、ジャイアントも、ガン虫で、ボーヒーの形になってる。いいよ、いいよ、いい感じ、いい感じ。逆にあり。逆にあり。で、こっちのボーラービザード部隊を守ろう。もう、ジャイヒーとか、もう壁の意味ねえから。壁の意味ねえから、お前ら。ちょっと、ちゃんと仕事して、ジャイアントたち。ボーヒーがだから先行してんだって。ボーヒー先行してじゃ意味ないんだよ。まあいいよ、とりあえずこっち方向は、まあ、アーチャーたち削ってもらおう。で、ババキンからのボーラーたちを守ろう。で、よし。で、こっち方向のボーヒー部隊。今日何？ボーヒー動画。ボーヒー動画。低タウンホール隊で、ボーヒーが強すぎるっていう動画。になっちゃってんだけど、全然違う。俺のイメージしてるジャイヒーじゃないっていう。もういいや。でも水塔とかも削っちゃえば、まとまってきたジャイアンたちも削れるんで。何これ？あ、急、なんか、あれ？ボーヒーが、ボーラが、この中にいたボーラが、急に聞いた。あ、こっちに行ったので。もう、言うことみんな聞かなさすぎ。言うこと聞かなさすぎ。頼むよ。もうちょっと、俺が普段やってるボーラーネクロとかよりもコントロール無事な、これちょっと。ジャイヒー、久しぶりに言うとほんと難しい。はい。まあ、ね、編成ができんの今待ってんだけどね。ちょっとジャイアント観察すると、継ぎはぎが可愛くて、あれなんでね、胸の位置と背中の、こう継ぎはぎの位置。ね、なんか位置一緒じゃん。位置一緒だから、あ、でも入れ替わんのか。位置一緒だから、なんかね、こう槍で、こうね、槍で貫かれたんじゃねえかなっていう疑惑。なんか、あるよなって思うんですよね。絶対槍でブスって、なんか、刺さんない限り、こんな、ね、表と裏でね、同じ位置に継ぎ上げて、できないですよね。またまた、溜め込んでる村。待って、どういこうか悩むんだよな。どういこう。対空砲3本ね、折り切んなきゃいけないわけじゃん。いやな、結構、いい村出てきたんだけどね、ちょっと悩ましい。悩ましいぞ。でもまあ、とりあえず、まあ、ここら辺ジャイ入れてって、でも壁、開けてってもらいましょう。で、ウィズウィズ並べてって、で、そうだな。で、もういいや。もう大量のウィザーたちを入れちゃって、で、ヒーリング落としてって、で、大量のウィズたちを入れてって、で、こう、壁越しにさ、壁越しにこう頑張ってほしいな。壁越しにこう対空砲をめっちゃ削ってもらうみたいな。オッケー、いいよ、ボーラー。ボーラーが強い。で、またボーラーが対空砲を、こっから折っていくっていう感じだから、もう、ボーラーにヒーラーつけよう。一旦ボーラーにヒーラーつけちゃう。あ、オッケー。で、じゃ、こっち方向のジャイアントたちもヒーラー2台つけてって、いいよいいよ。で、大砲も折ってくれて、で、一旦こっちのボーラーを守っていくだけの人生。ボーラーを守っていって、しっかりと、こう壁越しに、やっぱりバウンドが強い。バウンドが強い。いいよ。ヒーラーたち頑張ってる。で、こっち方向は頑張ってるね。だいぶ頑張ってる。じゃあ、こっち、ここら辺の、ちょっと、誰もターゲットしてない、施設たちに、
アーチャーばらまいてって、で、いいよ。ヒーラー1点足りんのかな？回復量が足りない。あ、ちょっときつい。きつい。大砲折っちゃえばこっちのもんよ、結構。で、こっちのヒーラーがもう撃たれちゃって死んじゃう。で、こっちの、水ヒーラーいいよ。ちょい、ヒーラーバカじゃない。ちょっと俺のヒーラーバカすぎじゃない？なんで、ジャインにつけよ、そもそも。あー、ダメだ。やばいやばい。やばい。あ、でも、オッケー。レベルマックス、ボーラーたちが強い。バンドダメージ。レベルの低い。あー、ちょ、ちょっと怖い。惜しいな。まあ、いいや。とりあえず、まあ、今日も資源狩りだから。今日資源狩り動画。資源狩り動画、動画だから、これで金山最後壊していって、で、あとは、まあ、これを回収していけばいいか。で、水、あー、ダメだ。水火が頑張んなかった。で、ここに来て。ジャイにつけよ。なんでヒーラーについてんの？あ、でも、これ、ひょっとしてワンチャン、タウンホール落とす可能性ある。ヒーラーがずっとターゲット取ってくれてるから、倒すのにもちょっと時間かかってるから、タウンホール落とせば残りの汁を吸える。残りの汁を吸いたい。汁を吸いたい。吸いたいだけの人生だったーで、回復焼け焼けだって。惜しい、星に1の 92% が。いや、頼む。よし、あと2体頑張って。ダメか？あとこっちのアーチャーが、いや、まだわかんないぞ。頼む。あと体力。でも、まだ結構あったから、ダメだな。はい、ダメだけど、ただ、資源は全部抜けたから、美味しい。今日3回攻めただけで、ゴールド、あ、もう260万ぐらいになってる。じゃあもうこれで最後、大工さんを上げてって、終了していきましょうか。星1かー。惜しかったな。オッケー、もう回収してね。じゃあね、早速、回収した資源たちでね、施設たちを上げていきます。はい。ホークからも資源ちょっと回収して。いや、待てよ。何からあげようかな。クランジョーはもう上がってんだよな。クランジョー上がって、金山はもう、上げ置いてる。エリタンも、上げ置いてる。レベル11がマックスか。金山こっちは上げ置いてんね。何あげておこうかな。あとは、あ、そうだ。宅入りポンプ。やっぱり、資源回収量上がんで、あ、200万エリクサーかかんのか。じゃあユニットあげましょう。やっぱり資源狩りで大事な、ジャイアントかな？ジャイアントとりあえず上げてって、で、残り、大工さんたちを、あ、レベルの低い大砲上げていきましょう。で、大砲たちを上げていって、まだ大工さん、あと3人残ってる。3人残ってるの、だいぶいいっすね。じゃあ、やっぱりドラゴン対策で、対空砲かな？対空砲上げちゃって、あと2人か。あと2人。テスラも高金に行って長いんだよな。でもな、結構高いのか。結構お高くついてる。水とあげれる。悩むな。じゃあ、そしたらドラゴン対策で一応、対空砲もう一本あげといて、で、こんなもんかな。あと一個あげれるんで、大工さんが。余ってる？あげれないか。じゃあ、金山にしましょう。で、これで大工さん全員働かせたんで、よし！大砲も結構ね、後期に行って、ほんとこれぐらいタウンホールレベルだと短いんで、すぐ大工さん開くと思うんで、これからもサブアカの方もね、どんどん育成したいですね。一応ね、今ね、9ヒーロー完走させたら10に上げちゃって、で、リー・ケイスキアカも8アカなんで、9アカに上げようかなって考えておりますんで、またね、サブアカの育成とかも動画にしていこうかなと思います。お、なんかイベントやってきた。あ、マザークラッシュやってきてるのか。マザークラッシュやってきてるんだけど、これもまた動画にしていこうと思います。はい、ということでね、またね、これぐらいのタウンホールレベルの動画もね、機会がありましたね、どんどん、載せていきますので、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録、お願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。で、最後に、おすすめ動画も貼っておきますんで、そちらの方もぜひ、ぜひ、ご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。